きっかけは、お兄ちゃんと父親の存在です。親父もやってて、その影響で兄が始めて、それを見て僕も始めました。長友佑都選手です。昔から見てかっこいいって素直に思ってました。中学3年生ぐらいの時にはプロになるために、進路とかを考えてました。多分父親と同じ仕事をしてたと思います。ガスメーターを変える仕事とかをやってて、でそれを一緒に車で一緒に回ってたりしてたんで、なんかそれを見てて、まあ、なんかある程度作業とか自分なりに覚えてはいたんで、プロになってなかったらやってたかなって思います。とにかく走るですね。一言で言うと、まあ明るいだと思います。人見知りはめちゃくちゃ僕する方なんですけど、でも多分昔から寮生活とかキャプテンとかやらせてもらってたので、人見知りだけど喋るようにして、多分こういう性格になったんだなっていうのを思います。シンプルにすごいレベルの高いチームだなって思いました。まあ、スピードも速いですし、その中でも質が落ちないっていうのは自分の中ですごい感じて、練習とか やってるので自分をそこまでついていけなかった部分があったので、そこはすごいレベルの差を感じました。琉大に帰った時に、スタッフといろいろ話して、こういうレベルだったっていうので、それに自分自身で取り組んで、でまあ毎試合毎試合レッツの試合も見て自分なりに考えたりして、すごいなんか1年間でレッツにはいなかったんですけど、自分なりに成長できたかなっていうのはありますね。張さんからの言葉で、声を出す綺麗なカナリアになりなさいっていうのを言われました。カナリアっていう鳥がいるんですけど、それは声を出さなかったら綺麗とはみんなから評価されないって、その美しい声を出すから、綺麗な鳥って評価されるわけで、お前らもやるべきことをやれば素晴らしい選手っていうのを言ってもらえるんだから、それをみんなに認められるぐらい、頑張り続けろっていう声掛けをしてもらったのが記憶に残ってます。すごい言葉です。すごい憧れてた選手だったので、まずは受けてみたいっていう、まあ本当好奇心が、まあ応募して、まあそのまでも自分なりに体幹とか筋トレとかやってたんですけど、やっぱり世界で戦う選手見てすごいなっていうのは本当に思いました。僕今まだ取ってあります。僕がプロになって長友選手にそれで恩返しするか、もうちょい僕が有名になったりしたら、また同じように応募してやりたいなって思ってます。プロになった時に、大学の、コーチ経由で連絡させてもらって、まあ、僕 F 等戦どちらも場外だったので、埼玉スタジアムに来られた時に、まあ、ひろきさん経由でちょっと電話させてもらって、そしたら頑張ってるねっていうのを、常に見てるよっていうのを声かけてくれたので、まあその会ってはないんですけど、電話越しで、話は少しさせていただきました。3年生の時っていうのもあって、すごく嬉しくて、なんか現実世界じゃないだろうっていう感覚が一番でした。あつき君と話した時に現実なんだって思いました。レッツに決めた、まあ、一番って言っても、まあ普通に結構大きく考え、選択肢の一つになったのは敦貴君の存在があったからですね。もう間違いなく、もうずっと見てたチームではあったので、日本を代表するビッグクラブからオファーいただけるなんて、まあ行くか行かないは別にしろ、オファーもらえたことはすごい、今までやってきたことは嘘じゃなかったんだなっていう思いになりました。練習時間が短いってことです。ニエ君です。ニエ川選手です。今あんまり試合とかにずっと関われてなく、まあ、ニエ君自身も入った時からそんな試合に関われないとは言ってたんですけど、その中でも練習見てたらどんな時でも 100% でやってますし、なんかすごい声掛けとかもしてくれるので、そういう部分はディフェンスラインをやってた僕からしたらすごいなっていうのは本当に思いました。内側のレーンだったり、そういう部分は、使うようになって頭をよく使うようになりました。
あつきくんですかね。練習終わりとかは前後は大抵一緒にいて、なんかあつきくんのいろんな話とかも聞いてます。僕はお兄ちゃんみたいな感じですね。湯船に入ることです。すべて右足から行うこと。チンジャーロースです。なんか中華自体好きで、元からその中でもチンジャーロースが好きで、まあお昼ご飯にチンジャーロースが出てきた時にすごいなんか美味しいって感じました。気に入ってます。3歳の時ぐらいからサッカーを始めて、そっからもうずっと走ってはいたんで、多分その影響で体力はもう誰にも負けないぐらいつきました。中学生の時は高校特待で駅伝入る選手に勝ったことあります。 3000m の練馬区の大会で、その駅伝選手とかいる中は僕が1位取れました。まあこれ結構僕の中では伝説っていうか自慢にしてるんですけど、やっぱりファンサポーターの応援がものすごく僕らの力になってるなって思いました。鳥栖の菊池太一です。高校から一緒で、常に高みを目指して一緒に頑張ってきた仲間なので、本当に対戦したいなと思ってます。いや、シンプルに嬉しかったです。まあ去年のリカルドのなんかこう戦い方とか見てたら、最後宇賀さんがフォワードで出て追う役員とかの時とかもあったので、それを考えてたらもしかしたら自分前で追う要因であるかなっていうのは薄なんかちょっとだけ考えてて、まあでもまあ1年目だからないだろうっていう気ではいたんですけど、だからまあ心の準備はしてましたけど、ちょっとびっくりする形でありましたね。名古屋グランパスの3対0で勝った J リーグの試合ですね。まあ、僕がリーグ戦で出る中で初めて勝てた試合っていうのもあって、でまあその中3点取れて0失点で抑えれたっていうのは、その時もうちょっと自分自身もなんか心の余裕もあって、まあ結構自分的にもベストパフォーマンスだったかなっていうのは、でももっとまあいける部分もあったっていうのは思いますけど、今までの今季の試合を見る限りではあれが一番いいかなっていうのを思います。まあ、3失点目僕のサイドからやられて、なんかそういうところをもっともっと、レベル上げていかなきゃいけないなって思いました。100点満点中でいったら30点ぐらいですかね。いやまだ天皇杯と合わせて2試合しか出て勝ててないっていうのもありますし、やっぱりサイドバックとして、まあ、失点をゼロで抑えれることは何試合かあったんですけど、アシストも得点もできてないっていうところではまだまだだなって思いました。で最初の出た試合と、まあ、今出させてもらう時では多分自分自身もすごいやれることも増えてますし、やっぱり内側入るタイミングだったりサイドで仕掛ける部分だったり、そういうところは徐々に試合に入っていく時にはできてるかなっていうのは思います。ひろきさんのここだっていう時に上がる、なんていうんだろう、嗅覚っていうのはすごいなと思ってます。でドリブル練習しろって言います。でもなんかサイドとか行った時にもっと個で打開できたらすごいいいのになっていう部分は自分でも今でも思うので、それは本当に過去の自分には告げると思います。まあ、残り少ないっていうので現実味があるとしたら、1ゴール3アシストは、今シーズン中には絶対したいなって思ってます。まあ、チームとしても今勢い乗っていると思いますし、今出てない選手たちもすごい、練習とかも一生懸命やれてるので、これから上位対決が残っていると思うんですけど、そういうところを一戦一戦、先を見すぎずに、やっていきたいなと思っています。なんだろう、まあでもレッツでキャプテンはやりたいと思っています。で、まあ、去年までいた阿部さんのような、まあ、いろんな方から話では多くは語らないけど、プレーだったり立ち振る舞いでこうキャプテンだってみんながついていくっていうのをこう示せるキャプテンになりたいなと思っています。いやもう本当にすごい選手だなと思いますし、すごいキャプテンだなって本当に僕は見てて思います。
負けて、まあ、引き分けだったりするのはもちろん悔しいと思うんですけど、そんな中も、まあ、僕が出てたりしたらすごい褒めてくれますし、まあ、試合中の時ダメな時はダメだって言ってくれますし、すごいキャプテンとしていろいろなフォローをしてくれてるなっていうのは思いますね。まあ、シーズン始まってなかなかうまくいかない時も、まあ、常に僕らの背中を押してくれて、僕らも今やっと勢いを乗れてるって感じなので、ここから最後、僕らと一緒に本当にいいシーズンだったって、最後笑って終われるよう、最後まで背中を押してくれたらありがたいなと思っています。